ここに語るは妖怪白面本門キュウリの狐の最後の物語。かつて出会い争いちぎりを交わした太陽ヤマタモオロチ、共に人の子を吠い支配し、あげくその大蛇をも手にかけ、ついにこの世の頂を手にしたキュウリの狐は、長いまどろみの時を漂っていた。百物語第10話、白面金門キュウリの狐。百物語第10話、これにて終了。